撃の回数を増やしたいと話をしていました。また加藤が抜けてくる、シュートまで来る、連続ゴール、加藤純也一本のパスから抜け出しました。日本のチャンスで2ゴール、見事な攻撃です。そして見事な決定力、加藤、沼のダイレクトパス、股の間です、そこしかありません。滝沢を振り切って加藤純也、見事なシュート。